人やば。参拝の方はこちら列の最後尾となっております。ね、やば人。ヤッホー、そうです、新年明けましておめでとうございます。明けたね。明けました。今年は健康で来てください、皆さん。片言。今日は東京都の府中市にある大国玉神社に来てます。よく言えたね、うん、ほら見て、今駐車場で撮ってるんだけど、人があのね、人がやばすぎて入れねえ。でもでもね、ここ、うん、参拝もすごいんだけど、うん、俺らの目的は、うん、出店、うんうん、正月一発目、うん、1月1日、うん、食べまくろう、食べまくろう、レッツゴー。こっから入り口だね。いい匂いするし、めっちゃ人がすごい。ほら俺ずっと奥まで出店、すごい。鉄の合流ございます。左右の車、なんか出店すごいいっぱい出てるね。人がやばいね。人やばい。とりあえずなんか食べよう。食べよう、行こう。母ちゃんごめん、ちょっと新年一発目、俺どうしてもこれ食べたい。肉巻きおにぎり、すいませんね、メインのさあちゃんじゃなくて俺の食べたいもので。いいよ。ネギマヨはございますよ。うまそう。気を開けてお待ちください。ネギマヨ。ネギマヨ。ネギマヨ。そのまま横で唐揚げ。うん、唐揚げ。おいしそう。ショーください。ショー。ショー。はい、ありがとうございます。ここで揚げてるのすごい。最高。ほら、うん、カップで買える。はい、まず買ったのが肉巻きおにぎり。すいません、これどうしても俺が食べたかった。ネギマヨ。あのもう中で食べれないから。いい匂いする。中で食べれないからさ、うん、今外で避難してね。うん、でもう一個が。もう一個が唐揚げ。あ、美味しそう。揚げたて唐揚げ。カップに入って可愛いね。うん。じゃあ食べてみよう。一口いただきます。どんどん行こう、どんどん。うん。うん。うん。肉巻きおにぎり美味しいよね。うんうんうん。豚バラで巻いてんだ。うん、うん、美味しい。たちゃんも唇にすごいマヨネーズみたいについてた。うん、うん、サクサク美味しい。うん、美味しい。あ、本当だ、ジューシーなやつだ。うん、甘っ。美味しい。うん、何、アユの塩焼き、これさ、美味しそう。はい、乗せたい、乗せて、はい、アユに乗せて、アユに乗せて、アユ、いや、今年一発目かまされたね、今。はい、じゃじゃーん、アユの丸焼き、塩焼きね、塩焼き、もうカプッと背中、うっ、好きだと思う、多分好きじゃない、川魚好きじゃん、うん、ゼラチンみたいな油、でも油が乗っててって言ってたから、ね、油なのよ。お腹んとこ食べた方がいい、もっと身あるとこ。ここ美味しい、ここ。そう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 、美味しい。食べれるとこ食べちゃう。食べて、美味しい、美味しい。ここはちょっと怖くて食べれない。ダメなんかい。ありがとうございます。あ、絶対うまいね、もう絶対うまいよ、絶対うまい。はい、イカの姿焼き、でか、1400円。1400円、高いよね。熱々、うわ、
柔らか、柔らかそうだね。うん、めっちゃ唇ついてるよ。うまっ気にしねえよなそんなの、うん、どれ見して。おいしい。めっちゃうまそうに食うな。うまそう。いた、完全見失った、完全に見失った。長崎和牛、お肉美味しそうだよ。うん、美味しそう。高級そう。うん。じゃじゃーん。長崎。長崎牛。長崎和牛のカルビ。ちょっと光で見えない。柔らかそう。あれそうでもない？うん。あ、筋が結構ある。うん。なんこれ。お。どう？お肉の弾力が。あって、うん、おいしい。なんか噛み応えのある肉だね。それ褒めてんの？歯に詰まってた。ぶっちゃけ今の肉は大外れ。硬いし、あの噛み切れなかった。絶対長崎に入れてもらう。300円だったら買うってぐらい。確かに、うん、ハズレの肉だった。すごい安い肉の気がした。今日出店だからね、忖度なしに。うん、ね、いいよね。まあ、いつも忖度ないか。もう詰まっちゃった肉の筋が。何一応一番奥まで来たね、これ。そうだね。ほら、これが本堂。この奥。俺ら並んでないから入れないけどね。うん、ちょっと見てみよう。うん、ほら、ここが最前列。あ、違え、こっちも並んでんだ。写真撮りを、写真撮りたい。U ターンしよう。そう、これやっと突き当たりまで来たから、うん、今度は逆側を、左側、逆側も全部あるからね。あ、龍のお手水がある。やっとっか、うん、手水、うん、なんて書いてあった？飲んでいいの？飲んじゃえ。あ、焼きそば食べたいね。焼きそば食べようか。うん、食べよう。焼きそば食べよう。あ、味薄そう。屋台の焼きそばって美味しくないんだよね、絶対。それがいい、外だからいいんだよ、それ。食べよう。ここいいじゃん。あ、座ろう。よし、買いました。焼きそばと、見てこれ。美味しそう。もつ煮。もつ煮。うん、美味しそう。
そしてのど乾いたから飲んでいい？いいよ、蜂蜜レモンね、うん、いただきます。父ちゃんの実家なんで、おいしい。ちなみにこのもつ煮見て、うん、この小ささ、うん、1000円です。え高いよね。ありえない、高すぎ。食べよう。いただきます。美味しそう、うん、美味しそう。あ、美味しい味は、うん、美味しいね、美味しそう、うん、もつは。こんにゃく柔らか。夕方の仕事だったんで。もつ。うん。おお。美味しいよ。美味しいよ。うん。あ、これね、もつ。今のもつじゃなかったかもしれないじゃん。あ、そう。それがもつ、うん、本当だ、うん、本当だ、うん、美味しい。ポンポン、こういう山盛り焼きそば、すごくないこれ。で、店の焼きそばって本当に味が薄くて美味しくないから。いただきます。分かんなくなっちゃう。味がない。海苔すごいよ、海苔。全然味しない。薄。3歳から4歳の仕上がり具合も分からへん。なんでなんだろうね。節約してんじゃない？ね。なんだかんだ食ってて、食いのかったのに僕泣いちゃったんだよ。わかるよ、わかるよ。これ七味の調合とかなんか見たことある。おお、ゆず七味。今が旬ですか。シーズンあるよ、香りが違いますからね。はい、これもさらに旬のダブル、トリプルサービス。はい、このチームに生手ダブルのサービス、ダブルのトリプル。私の気持ち、お父さんの気持ちも入れてありがとうございます。どんな味するんだろう。ゆず七味だから美味しそうだよ、はい、いっても塩だよ。ゆず七味食べたことないんですけどね。なんだそれ。何を燃やすんだろう。うん、ねえ、押さないでよ、水戸さん。押すな、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 押すな。10円パンがある。まさかの。これ美味しいんだよね。大久保でね。あ、そうそうそう、新大久保。あ、そう、新大久保の動画で撮った10円パン、うん、食べよう、食べよう。あの10円パンだよね、うん、新大久保のとこで買った10円パンってサクサクだったんだけど、すごいふにゃふにゃ。マジで、うん、うわー、まだ生地もう嫌な予感するんだけど。おお、見たことある。そのそれ、なんか見たことある。本物だ。声高っ。うまっ。全然の方が強いと。本物の順番だ。おいしい。疫病退散。なんつった？疫病退散。疫病退散。疫病解散って。疫病退散。いや、お腹いっぱいだった。なった。私の今年の目標は2年前ぐらいに痩せることです。
今食べてたやつが説得力ねえな。24年もね、うん、よろしくお願いします。いい年になりますように。皆さんがいい年になりますように。今年もよろしくお願いします。それではおつーさん、またね。ねえ、ついてこないで。ねえ、やんないで。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次回の動画で会いましょう。